WN 駆動方式、WN 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 ドライブは電車の駆動方式の一種である。高速運転に適した電車用駆動システムとして、アメリカの大手電機メーカーである、ウェスティングハウスエレクトリック、WH 社が、参加の機械、歯車メーカーである、ナタル社と1925年以降共同開発を実施、実用化した。 WN とは、開発に携わった両者の頭文字にちなむ。もっとも、現在の米国では単にと呼称される方が多い。駆動系全体は、主電動機を車軸と平行に、台車枠に固定し、小さな変異を許容する、WN 継手、歯車形たわみ軸継手と模様を介して電動機の出力軸と駆動歯車を接続する。日本では、主電動機の荷重を、 すべてバネ上の男性指示とした、電車用の車軸無双角度方式全般をカルダン駆動方式と呼称する関連があるため、WN 継手を使った平行軸カルダン駆動の一種取れる場合がある。もっとも、WN 継手はカルダン継手とは異なるため、厳密には平行軸、WN 駆動と称するのが正確である。WN 継手自体の仕組みは、二組の遊びの大きな スライドスプラインで構成される。スライドスプラインは歯車と異なりすべての歯が噛み合っているので小さくても大きな力を伝達でき信頼性も高い。ただし交差を利用する角度変化の許容度はわずか5度以外である。主電動機を小型軽量化しつつ駆動力を発揮するには高速電動機と減速歯車が必要になる。 過去に電気鉄道で使用されていた吊り掛け駆動方式は、主電動機に取り付けられた主歯車と動力を伝達される車軸に取り付けられた大歯車を一体のギアボックスに収め、そのギアボックスが主電動機の重量の約半分を支え、残る半分はバネで大車枠が男性支持する単純な構造の駆動系だった。吊り掛け駆動は、その単純さゆえに、 欠点もあった。この問題を克服する方法として、1920年代には、スイスなどで、ブフリ式駆動方式が、アメリカや欧州で、クイル式駆動方式が、実用化された。しかし、いずれも大型であるため、電気機関車用であり、電車用としては普及しなかった。こうして、電車の性能向上のため、当時アメリカで、有数の鉄道用電動機メーカーであった。 WH 社は1925年から三家のナタル社と共同で小型の車軸無双角動方式と低電圧工、回転電動機を開発し、平行軸、WN 駆動は10年以上の長期にわたる実用試験を経て信頼性や性能が確認された後、1941年にシカゴノースショアミルホーキー鉄道の エレクトロライナー呼ばれる軽量構造の4車体連接車に採用されて成功を収め、さらに1948年にはニューヨーク市地下鉄用 R12 軽電車に大量に採用され、以後アメリカとアジアで普及した。構造的に高出力に耐える継ぎ手の特性から古くから地下鉄や私鉄各社で用いられてきた。 また高速運転を行う新幹線でも開業以来長く標準駆動システムとして使用され続けているが700系や N700 系の一部グリーン車では例外がある口実。後日,日本における WN ドライブは1953年6月に完成した京阪電気鉄道1800型1802に搭載されたアメリカからの技術情報に基づき 住友金属工業が独自開発した WN 継手が最初の実用例となり、これと同様の継手を用いた東京都電5500、k 5500に、さらに WH 社のライセンスに基づく駆動装置を備え、A 段丸の内線開業に備えて30両が一気に製造された300系電車と続いた。丸の内線をはじめ、 米国の鉄道と同等の 1435mm、期間、標準期を採用した路線のほとんど、A 団地下鉄、現、東京メトロの銀座線、丸の内線、近畿日本鉄道の奈良線、大阪線などの標準期線区、京阪神急行電鉄、現、阪急電鉄の新方線においては、次手の耐久性が高く大出力化に有利な WN ドライブは、 早くから導入された。一方、十七ミリ6 7 m m の狂気路線では、装置の幅が広くなるため、WN ドライブの導入には、継手だけではなく、手電動機の小型化、あるいはその、外枠形状の工夫が必要であった。この過程では、手電動機の軸方向長さの短縮と、WN 継手の小型化に加え、これを補うための手電動機直径の増大も、 図られている。1956年に、富士山独電機鉄道、現、富士急行3100型で、主電動機の1時間計画出力は5 5ットと低出力であったものの初の強気用、WN 継手が実用化され、ついで翌年に登場した長野電鉄2000系電車で7 5ット級電動機へ対応する継手が実用化された。 しかし当時すでに直角カルダンでは110キロワット、東急5000系電車、中空軸平行カルダンでは100キロワット、国鉄101系電車といった、より大出力の主電動機への対応を実現し、これにより付随車を組み込んだ経済的な編成での運用を可能にしていた。このため、東方式を採用した鉄は、全長からメートル級の小柄な車両を、 運用する事業者が大半を占めていた。この点、国鉄と同じ20メートル級車を運行する各社では、各モーターの出力が制限される、この方式で所要の性能を確保するには、全電動車方式とせねばならないことがネックとなった。このため WN ドライブの日本における本格的普及は、1960年代に、配利狂気向けでも、定格出力が 100kW を超える。 大出力電動機が製造可能になってからであり、南海電気鉄道、三菱電気製種電動機装備車両、小田急電鉄などにその例を見ることができる。国鉄の在来専用電車においては、中空軸カルダンが標準とされたために、WN ドライブの使用実績はないが、電気機関車では一台車一モーターに軸駆動方式を採用しすぎて寸法の制約が、 事実上なかった、会30型に採用されている。分割民営化後は、JR 西日本においては、大出力高速回転型のモーターを使用するために、駆動系の高い耐久性が求められたことから、整流子がない分スペースに余裕を確保しやすい、VVVF インバータ制御の交流化後形参照、誘導電動機を使用する207系以降の在来線電車において、 一部例外を除き、WN 次手を標準採用しており、特に223系、225系、新快速電車をはじめとする、新型電車群の高速運転に威力を発揮している。また、日本唯一のコンテナ貨物電車である、日本貨物鉄道、JR 貨物の M250 系電車でも、WN ドライブが用されている。車体操かカルダン駆動方式が過半数を占めている。 超低床路面電車100%超低床では、鹿児島市交通局の7500系電車、リトルダンサータイプ X で、東洋電気製造が新設計した WN 継ぎが採用されている。WN 継ぎ手は基本的に等速継ぎ手であり、変異を与えた状態で回転しても、回転角速度変動は発生しない。ただし、タワミタ式継ぎ手や、 td 過ぎてほど滑らかではない。現在での国内での生産数は、ウェスティングハウスとの技術提携の経緯や、金属加工技術の制約などから、三菱電機製種電動機と、日本製鉄、全身の住友金属工業を含む製過ぎての、組み合わせが、半数上を占めている。海外では、クイル式駆動方式と並んで、最も一般的に用いられる。 駆動方式となっており、アジアや北米などで主流となった。欧米では、クイル式駆動方式が主流であるが、近年では、WN 駆動方式も増えつつある。WN 継ぎ手では、継ぎ手に力がかかっていない、惰性走行時、構造上、内部にある歯車の交差により、騒音が発生してしまう。このため、一定以上の速度域では、 打製装工事にごくわずかに回生ブレーキをかけ、次手に負荷をかけて、騒音を抑制するよう制御を行う車両も存在する。また近年の車両では、歯車の設計において低バックラッシュ化を行い、製造時に内部の歯車の交差をできるだけ少なくして騒音を抑える努力をしているが、歯車の経年劣化により、騒音が徐々に大きくなるため、 根本的な解決には至っていない。本方式の場合、内派は単なる磁気派インターナルギアであるが、外派は、新ズレ変異を許容するため非常に大きなクラウニングを付与する必要があり、このような非常に大きなクラウニングを有する歯ギアは、現在の技術をもってしても、研磨板が開発されておらず、あくまでも歯切り焼き入れすり合わせという工程しか取れず、 歯車の高精度化によるバックラッシュの縮小は困難であり、現在はモジュールの縮小による歯型の小型化により行われている、またむやみなバックラッシュの縮小は焼き付きの可能性を増加させるため難しい状態である。東海道、山陽新幹線では、700KJR 東海所属編成、C 編成の C19 編成以降及び、 JR 西日本所属編成を含む N700KZN 編成のグリーン車にのみ TD 継手を採用するように変更し騒音を抑制している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。